はい、皆さんこんにちは、ファナムです。今日は朝鮮王朝の解説をしておりますけども、古城の、その3ということで、今日は最終章になります。古城を中心としてこの朝鮮、そして大国の狭間の中で朝鮮がどのようになっていくのかについて、今日は流れを押さえてみたいと思います。ファナムチャンネルでは、このように朝鮮や韓国の歴史や文化についての解説、それから史跡などの現場での映像をお送りしたり、最近は日本に寄港していますので、日本の中の韓国というテーマで高麗神社、前回では駒神社ですね、駒神社にを映像をですね、解説を含めながら配信をしております。最後までお付き合いをお願いしたいと思います。そこで今回の重要なポイントとなるのがロシアとの関係です。日本とロシアがこの朝鮮を中心として対立をしていくことになります。朝鮮内部においても同じように親ロ派ですね、とそれから開化派に分かれていくわけなんですけど、もちろんこの開化派というのは親日とも言われています。前回のその映像の中に大韓帝国が成立したということで述べていきましたけども、このロシア領事館にこの古城が逃げ込むというようなところで、どちらかというとロシア派を中心としたこの流れになっていくわけですね。この大韓帝国が成立して古城が皇帝になっていくというところで、清からですね、正式に独立していくというところになっていきます。近代の道を歩もうというところで、鉄道が敷かれたり、それから電話ですね、電話が普及したりというようなところであったんですけども、やはりこのこういったところにおいて、民衆の負担が大きくなったりとか、実際にはこういった技術や資本というものがどうしても不足であったということが否めなかったので、そういった部分においてはですね、ロシアの力を借りていくというようなところでもあったかと思われます。さらにロシアはこの満州ですね、満州を抑えようというところの狙いがあってですね、清ですね、清で起きた義和団を、義和団の鎮圧のために出兵をしていくことで、朝鮮を主に向かっていくわけですね。そういうこの状況の中で、日本はいかにこのロシアの南下をどう対処するかということなんですね。ロシアというのはこの凍らない港をいかに確保するかということですね。今ウクライナ情勢がとても緊迫した状況ではありますけども、このウクライナ情勢、このウクライナこの国内においてもですね、これは親ロ派という派閥があったわけですね。それと同じように、この朝鮮、この当時のですね、朝鮮においても、こういった状況が、似ている状況が行われていたわけです。そういう中で日本はどのようにして対処するかということで、日英同盟を結びます。1902年ですね。これは何よりもこのロシアとの開戦のための何か布石を打つためであったのかということも言われています。こういった流れの中において、ロシアとの開戦に踏み切るんですけども、この半島を中心として見たときには、日本がこの軍隊をですね、駐屯させるために第一次日韓協約を結んでいくんですけども、これは日韓議定書を調印することにおいて、顧問をですね、派遣するということで、徐々にこの朝鮮の財政や外交に干渉していくというようなところになっていきます。それと同時に、日本の貨幣を流通させたりとか、金融制度をですね、そこにこの、持っていくというようなこの方向になっていくわけなんですね。これが第一次日韓協約というようなところで結ばれていきます。
そして、この徐々に日本がこのロシアとの開戦後ですね、有利になることを踏まえて、もう一度ですね、日英同盟を、第2次の日英同盟を結んだり、桂タフト条約というですね、これはこのアメリカのフィリピンの領有権を、支配権を認める代わりに、日本がこの朝鮮支配を確約するというような条約であったわけですね。ですから日本はこういった条約を結びながら徐々に朝鮮に対する半島に対する、この支配権というものを確立していくというところですね。ポーツマス講和会議において調整を抜きにして決まっていったとも言われています。その後ですね、第2次の今度は日韓協約が1905年に、締結されていくんですけども、この時はほぼ強引にですね、調印したとも言われています。でその中心のなった人物がこの伊藤博文ということで、全権大使として派遣された伊藤博文が8人の大臣ですね、朝鮮側の大臣とのですね、協約であったわけなんですけども、ここにおいて5人の大臣がそれに対して賛成したということで、一子条約にちなんでですね、一子五族ということで、この今でもそういった大臣、5人の五族、5人のですね、国を売ったというところで言われているわけです。でこれによって日本が朝鮮をですね、保護国としたということなんですね。この保護国というのは、外交権を奪うというところで、外交の、諸外国とのですね、条約を結ぶときに、自由に締結することができないというところで、この条約を、結んでいったというところです。そして、万国平和会議というものが開かれるんですけども、ここにですね、特使を派遣すると、これが、コジョンが指名したと言われているんですね。このコジョンがこの条約に対する、無効をですね、訴えるために、この万国平和会議ですね、派遣するんですけれども、その時にペテルブルクですね、ロシア の、 その当時の首都にニコライ2世に親書を渡しながら、そしてハーグにですね、向かっていくわけです。しかしながら、この当時の朝鮮のですね、立場というものが非常に弱かったがゆえに、それが受け入れることができず、そしてそれがバレてしまうということで、これの代償として、コジョンが敗位にですね、追いやられるということですね。そして退位していくことで、大皇帝というですね、名称になっていきます。その後にこのリー・チョプというですね、直系の息子、皇太子がスンジョンということで王位をですね、引き継いでいくということなんですね。さらに1910年に日韓併合、今度です、併合というですね、ところで、ここにおいて立法や司法権すべてをこの掌握していくというところで、これが結局はこの後36年間、植民地化の始まりであるとも言われているわけです。それと同時に、ここにおいて朝鮮がですね、時代が終わったとも言われているわけです。コジョンはこの皇帝や王様という立場から今度は特殊軍李大王というですね、名称として変わっていきます。大王、皇太王というですね、碑文がありましたけども、大王という名称に変わっていきます。そしてこの日韓併合条約の一つの結論として朝鮮総督府を設置する、写真にありますけども、この総督府を建てていくと、京北のですね、前に建てていくというところで、こういった植民地化が進んでいくというわけですね。1919年の1月21日にコジョンは亡くなっていくわけです。でそれが毒殺説であったとも言われているわけなんですね。
ですからそれに対する民衆が反発を起こすことによって三一独立運動が展開していくというようなところになっていきます。今回ですね、この胡蔵のですね、最後の皇居、亡くなるまでの時間列を見ていきました。ロシアとのその日本が関係の中で第一次日韓協約、そして第二次日韓協約を通して最終的には日韓、韓国併合条約というようなところに流れていって、そして胡蔵が退位していくというような状況になっていきます。そして朝鮮時代がですね、最後この終わりを告げるというところになっていきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。